皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダ無双厄災の目視録パート30やっていきましょう。今回からハイラル東部救援戦やっていきたいと思います。推奨レベルは超えているので経験値が多くもらえる料理食べていきましょう。そして前回でウルボザとリーバルを助けたので今回はミファーちゃんとダルケルですね。頑張っていきましょう。おっと、そしてまたキャラクターが追加されるみたいです。ブレスオブザワイルドをやっていたという方は大体予想がついているんじゃないでしょうか。 MK さんもまあ予想はついてるんですけど、ミファーちゃんの方で追加されるキャラってあのキャラですよね。めちゃくちゃ楽しみなんですけど、神獣が厄災ガノンの手中に落ちる写し絵を見た一行は救援がまだ間に合うと信じ英傑たちの元へと急ぐ。ハイラル東部で厄災ガノンの復活に備えていた神獣バールッタと神獣バールーダニア、その周囲にはすでに魔物が押し寄せていた。神獣の中で待つミファーとダルケルを救うためリンクたちは敵の中へと切り込んでいくのであった。よし行きましょう。ミファーちゃんは今すぐにでも助け出さないといけませんね。おっと、ダルケル頑張れ。カースガノンと戦っているみたいですけど、炎のカースガノンでしたっけ。めっちゃ強そう。おっと、ダルケルの守りいいですね。この野郎なんとか倒して。ミファーちゃん頑張って。ミファーちゃんに傷でもつけたもんなら許さないぞ。お前水のカースガノンだったっけか。こいつブレスオブザワイルドでも一番強かった印象がある。いけ、ダルケルもミファーちゃんも頑張れ。いや特にミファーちゃんだ。ミファーちゃん頑張れ。あたた、ダルケル大丈夫か。やべやべ、おっと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 、お前ミファーちゃんに指一本でも触れたもんなら許さないぞ。おっと大丈夫か。待てよ、このパターンはあれじゃないか、未来から助けに来てくれるパターンだと思います。来た、え、ですよね、ですよね、シドですよね。うわかっこよ。なんかミファーちゃんからしたらこれめちゃくちゃ激アツなパターンなんじゃないですか。ねえ、さっきまで可愛がってたあのちっちゃかったシドが未来から大人になって助けに来てくれました。そしてこっちはユンボーじゃないか多分ね。あ、ですねですね。いやユンボーそんなね強いキャラではなかったけどね、ブレスオブザワイルドの頃は。まあでもね勇気を持って来てくれたんでしょう。いやダルケルの守りもうまく使えてますね。おっと、あ、強いぞこいつは。そうだよ、とにかく助けに来たんだって。力合わせて頑張って。よーし、じゃあ MK さんたちも頑張っていきましょう。ハイラル東部救援戦スタート。まずはこの辺の黒ボコブリンですね。そうボコブリンの討伐の証もね結構欲しいからさ、なるべく倒していこう。はい、この辺もガン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 行きましょい。 OK、 インパ使う、なんかインパも使っておきたい気はする。はい、じゃあこの辺ガンガン進めていく。そう前回ねルージュちゃん慣れたかったんだけど全然慣れれなかったし、手羽に関しては全然使ってなかったね手羽使っとけばよかったから、まあいっか。そしたらはい、この辺ガン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 投げていきましょう。待って、クロモリブリンいたな、どこ行った。待て待て待て、クロモリブリンどこ、いたいたいた。よし、じゃあこいつ攻撃していきましょう。まずは頭に弓矢を打ってウィークポイントゲージを出していく。必殺技溜まってるから使ってしまいましょう。なんでこんな序盤から溜まっていたんでしょうか。 OKOKOK、そしたらここガンガン攻めていくんですけど、ビタロック使うか。そうビタロック使えばこのウィークポイントゲージを固定できるのでなかなか早めに倒せるんじゃないでしょうか。 OK、 スマッシュ、こうやって使うのが正しいんですね。素晴らしい。さすがですねリンク、あなたがいてくれてよかった。いえいえ、こちらこそですよ。そしたらインパとゼルダも頑張ってくださいな。はい、でここドカンとやりまして、お、あれですね、なんだったっけ、ゾーラの人たちも助けに来てくれてますね。みんなで頑張って戦いましょう。あ、ゾーラ隊長大丈夫、ウィズローブに倒されてるみたいですけども、ここは爆弾投げて周りの雑魚倒してしまいましょう。そして待って待って待って、こいつだ、ウィズローブをなんとかしないと。ほい、まあ氷だからそんなにねゾーラ族の脅威ではないでしょうけど雷が結構やばいんですよね。まあポケモン的にもそうだ。そしたらはい、ここをガン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 攻めていく。待って待って待って、この爆発に巻き込めれば OK、 ウィズローブなんとかダウンさせました。はい、ここガン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 攻めていきましょう。スマッシュ、いいね。で必殺技も溜まってる、あ微妙に溜まってないわ、あ溜まってる、溜まったみたいですので次にモリブリン系がいたらガンガン使っていきましょう。待って待って待って、結構さ黒ボコブリンがさ体力多すぎ。どっち進めばいいの、あこっちか。はい、こっちに進んでいく。うわまた集団ですね。頑張って倒していきましょう。まずはボムで、蹴散らしていきましょい。 OK、 え一体も倒してないの、
ほら今の爆発で一体も倒してないのやばくない？どんだけ体力多いのあんたら。はい、じゃあこの辺ガンガン攻めていく。いけ、 200KO。 爆弾を当ててからまあちょっと攻撃が入ればといった感じでしょうか。マグネを使う。 OK、 必殺使いたかったけど使うまでもなかったかもしれない。いけ。はい、ここで攻めていく。ちっちゃいボコブリンだったらなんとかなるっしょ。 OK、 いいですね。マグネを、マグネじゃねえや、なんだったっけ、ビタロック使うまでもなく倒せました。そしたらあとは大丈夫。まあこういうね宝箱系は開けなくても手に入るんだよ確か。だから別に開ける必要はないんですが、ゼルダ大丈夫？先言ってるけどインパさん足止め食らってるみたいですけども。はい、ここボム投げていきましょう。いけ、ほい。いや3発当たってやっとか。この赤いリザルフォスもなかなか強いみたいですね。倒していきましょう。おお、来てくれたのか。これは心強いよ、心強い空神々じゃない？大丈夫ですか？おっと、そしてバルッタがいたか今。この沼は薬剤の影響でしょうか。このままではルッタにも近づけませんね。そうですね、取り除く方法があるかもしれません。周りを調べてみましょう。どうしよう。なんかさ、ブレスオブザワイルドの頃は目玉を攻撃していけばこういうモヤモヤは消えたんですけど、今回もそのパターンで合ってます？違う？はい、じゃあこの辺ガンガン攻めていく。いや全然、あ、やっと倒せた。ほら体力多すぎ。そしたらキースも倒していきましょう。キース体力多い。さすがに危ないかな。でも踏ん張らなくちゃ。何？大丈夫？ミファちゃん無理しないで。 MK さんが今行くからね。そしたら早くこうバババッと行きましょう。邪念の沼を消す方法を探す。そうですね、どうしようか。はい、ポン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 と。 OK で早くボス出て。ボスが出ないと必殺技使えないでしょうが。はい、でここガンガン攻めていく。まだ出ないか。結構減らしてるつもりではあるんですが、いけ。 OK、 まだあ、出てる。ここはボム使っていいんだったら必殺技使うまでもないけど、でもさっきから必殺技めっちゃもったいないな。早く使いたい。はい、ここドカンと攻めていく。 OK、 さすがはリンク、安心して一緒に戦えますでしょ。そしたら待って、なんかありそうじゃない？この辺大丈夫？この奥なんかありそうじゃない？あ、これをボムで壊すのか。いけ。あれ違う？違った？あ、違った。なんで？どうすれば、何が正解？何が正解なんだろう。とりあえずこの上、あ、こっち側か。こっちに進むのがいいみたいです。はい、じゃあここは弓矢を使ってキースを下に下ろしておきまして、ガンガン攻めていきましょう。 OK、 邪念の沼どうすればいいんだろう。はい。そしたらなんかある？もしもし、お、ルッタだ。ルッタにだんだん近づいてきました。いけ。いや待って、体力多すぎまして。一発でやられてよ。無双なんだからさ、気持ちよくそこはやられてくれてもいいじゃないですか。そしたら何がいる？あ、ほらこれよ、懐かし。おっと、クロモリブリン倒してからじゃないとダメなんか。はい、じゃあここは必殺技使っていきましょう。どうでしょうか。 OK、いいぞ。そしたらここでビタロック使って相手のウィークポイントゲージを止めていく。で止まってるうちにガンガン攻めていきましょう。いけ。あとちょっと。 OK、 いやなんかこれを覚えると早いね、対処が。 OK、 そしたら待てよ、さっきの目玉、あれさっきの目玉どこ行った？あれを倒せばいいはず。あたたた。あたたた。ここ撃っていきましょう。いけ。ボムの方がいい？あ、倒した。よーし、これで邪念の沼が晴れたんじゃないでしょうか。それだけ？邪念の目撃破により邪念の沼が一部消滅した。そんな一部でどうにかなるんでしょうか。あ、待って、あ、ちゃリンゴ一旦ちょっと回復して、で回復してリンゴ拾っておこう。そしたら、いやこっち関係ないな。邪念の目を探し出せ。おっと、なんだ、あー、あれか、壁キックか。この先にもある感じ？邪念の目ないぞ。ない、他のところだ。そしたら一旦戻りましょう。一旦戻って、そこに行くためにはどうすればいいんだ？ぐるっと回って、あんた何？なぜか生き残りがいました。この辺でさ、うわ無理か。待て、どうにかできそうではあるんだけど、できそうにないな。この辺来たよね、さっき。あれ来てない、来たよね。でその下に降りたいんだ、 MK さんは。ってことは、あー、なるほど、その矢印のところが分かりづらいけども、ここでこの辺りに分岐点があるらしい。こっち側か、なるほど。で、ん？違う？こう？こっち？
あ、違うくね。なんか違くね。待て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 、何が正解だ。そのここで、あ、この上。あー、なるほど、分かりづらいわ。分かりづらいけどなんとか分かった、そしたらここ、待て待て、相手にバレる前にボムを使って消滅させていく。素晴らしい、おっとレベルアップ。いいですね、経験値が多めにもらえてるわけですからレベルアップも早いでしょう。そしたらこの上か。うわ何これ、合ってる、この上で合ってるのかいまいち分かんないけども。あ、ウィズローブいた、ウィズローブ倒していきましょう。いけ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 、いいぞいいぞいいぞ。ビッグポイントゲージをガン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 減らしていく。あとちょっと、あとちょっとだけど、どうしようもなんない。必殺技をこいつに使うのはもったいないな。いけ、はい、ボムを使って、出していきましょう。いけるぞいけるぞいけるぞ、ドカン、オッケー。何この邪念の沼、気持ち悪い。近くで見るとなんか怖いね、あんまり近くに寄らないようにしていきましょう。そしたらさらにこの上、誰かいるな、こんにちは、誰ですか。おっと、あったあったあった、待って待って、とボムじゃないし、ボムじゃないけど、まあいいや。ここ一旦出しておきまして、必殺技使っていきましょう。あるなら使う、オッケー。で黒森ブリン、あちゃちゃちゃ、逆逆逆、雷、オッケーオッケーオッケー。で、あー嘘、出せなかった。ビータロック出せなかった。そしたらここ頭頭頭、オッケー。頭打てばビッグポイントゲージが出るので、それをうまく使っていく。ラッシュ、気持ちいい、これはいいぞこれはいいぞ、いけるいける。あとちょっとあとちょっと、頭頭頭、あと頭狙い頭狙い、うそ当たってない、当たってるけどか、オッケー。そしたら待って、こいつあとちょっと、こいつあとちょっとだって、待て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 、ラッシュを決めたい、最後ぐらい、うーっとあったあったあった、いやいやいや、オッケー。でこれスマッシュ、後ろのやつも巻き込んだんじゃないでしょうか。そんなことないか。黒森どこいた、いた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 、はい、こいつガンガン攻撃していきましょう。まずはメーター、危ない、ラッシュを決めたい、ラッシュを決め、オッケー、うまいね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 、いいぞいいぞいいぞ。そしたらここ、頭狙って、ここでビータロック、オッケー。でウィークポイントゲージを出したままにして、この状態で攻めていきましょう。あとちょっとあとちょっとあとちょっと、オッケー、分かってる、よし素晴らしい。そしたら終わり、急ぎバルッタのもたいま、その前にだ、その前にこの目玉、はい目玉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 、あとちょっと目玉、あとちょっと、嘘終わったんじゃない、オッケー、終わった、まだかい、どんだけよ。はい目玉、目玉弓打って、オッケー。これでまた一部晴れたと思います。迎えるようになったか、もう一段階か、もうちょっとだ、もうちょっとでなんとか鼻のところに着きそうですね。そしたらさらに奥に進んでいきましょう。この先で合ってる？合ってるか。よし、行くぞ。この、こやつらは無視しよう。で、うわ、下降りるので合ってんの？いや、降りるしかないな。降りるしかないよ。はい、ジャンプ。で、ここで、おらおらおら、あ、上から攻撃すれば、かっこよかったのに、今。まあいいや。そして、このさらに奥か。はい、あたたた、なになになに。ボコブリンいすぎじゃない？全部黒だし、多分ね、白が一番強いんですよ。あ、逆逆逆。ボコブリンって白が一番強いんですけど、黒の段階でこんなだったら結構やばいんじゃない。はい、ここガン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 攻めていくと、オッケー。でそこ倒して、え、これさアイスメーカーとかの方が、いやそんなことないか。はい、そしたらこんにちは、ここはまた集団、あれ集団じゃないな、巣ではなさそうだけど、まあボコブリンの討伐の証必要なんで、倒せるときに倒しておきましょう。また戻ったりするの面倒なんでね。はい、そしたらここもガンガン攻めていく。おとととかっこいいかっこいいかっこいい、いいよそれは、モテを、それはモテるぞ。でここモテるためにやって、いやでも半分モテるためにやってるからね、 MK さんもね。ゼルダとインパ様に振り向いてほしいという気持ちがないと言ったら嘘になりますから、そこは正直にね、世界の平和をね守るのも大事ですけども、 MK さんはそれぐらい、ゼルダとかインパとか、ミファーちゃんのね笑顔も大事ですので、オッケー、この辺倒していく。そろそろボスキャラ出てよくない、必殺技が余ってるんだけど、必殺技使いたい。うわでもカンス、あいた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 、んーっと、どうしよう、使わないで取っとくか、なんかありそうだよねこの先。今までのパターン的にはさ、ヒノックスとかライネルとかが直前に出てもおかしくないんだよ。だからちょっと待っとくか。いけ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 、あとちょっと、あといけるかいけるかいけるか、オッケー。まあまあまあ、こいつに必殺技使うまでもないですね。さすがはリンク、安心して一緒に戦いますでしょ。そう、そのインパさんの一言が MK さんを活気づかせるんですよ。そしたら、お、そこだな、目玉、目玉はほら出た、どこ、ほら出た氷のライネル、
こいつに1対1でめっちゃ食らった。待て、まずはこいつに必殺技使っていきましょう。これでどれぐらい食らうんでしょうか。 OK。 でウィークポイントゲージが出てるんで、ウィークポイントゲージの時にビタロック、はい OK。 でウィークポイントゲージここガンガン減らしていく。いいぞ、分かっている。はい、でここもガンガン打っていきましょう。あとちょくそ、待てよ。そしたらここ相手が氷だから電気、はい、電気でビリビリさせていく。そして OK スマッシュ。炎の方が効果抜群なんでしょうけどね、ちょっとそれは取っておきましょう。そしたらはい、ここ目玉打って、ダメか、まあ、いっと、そのあべべべべ、そんな食らう、待てよ。そしたらここ炎を打っていく。 OK。 そう、なんか効果抜群だと多分このウィークポイントゲージが最初からひび入ってる状態になるんですよ。それは MK さんこの間気づいた。はい、でここドカンといきましょう。 OK、 いいぞ。なんかライネルもそんな強くなくないもん。おい、痛い、あぱぱ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 、危ねえ今よう言ったね。はい、そしたらここ炎打っていきましょう。いいぞ。はい、でウィークポイントゲージ減らしていく。今回もこれ必殺技じゃねえや、スマッシュまでいける臭くない。 OK。 なんか1回でいけるようになったね。はい、次で終わり。そしたらここはい、待てそろ行ってーな、そろそろ行ってーな。ちょっとこれやりたい。目玉、あっと、ここはボム、はい、ボムを使って相手のウィークポイントゲージを出していく。そしたらここいけ、攻めろ、ご両性、くっそ。そしたらここパンと打って、で今のうちにここ、あ、ビータロックがないんかい。待てよ、ほい、ラッシュ、オッケー、気持ちいいラッシュで、スマッシュ決めていきましょう。最後は自分の力でね、ラッシュを手にするといったところがかっこいい。よし、 OK。 ライネル討伐しました。そしたらもういける、これで目ん玉攻撃できる。ライネルのひずめ、あれ言ったのに、なんか食らったけど何、やめてそういうの。はい、この目が攻撃してきてんの、目って攻撃してきてたっけ、ブレスオブザワイルドの時。待って、やめて。 OKOKOK、 いけ OK。 そしたらこれでルッタに近づけるようになったんでしょうか。オッケー、いけるようになりました。じゃああとはカースガノンか。カースガノン強そうだな。どっから入れる、どう行けば近い、ルッタそこ、待てよ、こっちから行けば近い、ルッタのとこまで直通で行きたい。こっから行ける、オッケー、行けた。はい、ジャンプして、おーこんなとこから、あたたた、飛んで、痛くないんでしょうか。そしたら待てよ、そこまで行くのどうすればいいんだっけ。あ、そっち側か、 OK。 ガン無視する、うわ、多すぎるな、さすがに無視できない。いけ、 OK。 そしたらこの辺ガン攻めていく。討伐の証は欲しいんでね。っていうかここはあれじゃん、集団じゃん、上にメーターついてたわ。ボスキャラまだ、いた。こいつなんでしょうか、アイスメーカーか、はい、アイスメーカーで突っ込ませて、こことりあえず着地。そしたらガン攻めていきましょう。いけ、間に合う、オッケー。はい、でスマッシュ決めていきましょう。素晴らしい。したらバルッタ行くぞ、バルッタの方行くぞ。で爆弾投げる、でそっちのボコブリン倒す。いいぞ。そしたらぐるっと下行こう、マップをよく見て MK さん、こっち行って、あー、なるほど、水のとこがもう通れるようになったんですね。じゃあ水のカースガノン頑張って倒していきましょう。この子の力でクリテ以外の人でもルッタに入れるようになったようです。ありがとう。ちっちゃいガーディアンなんか地味に活躍してますよね。よーし、じゃあバルッタ突撃していきましょう。突入、シド大丈夫、なんかミファーちゃんとシドで戦ってもらってはいたものの結構きついのか。うわ、強そうだもんなこいつ、だってめっちゃ強そうじゃん。あらー薬剤ガノンの分身、水のカースガノン。そう、ブレスオブザワイルドの時はこいつが一番強かった、マジで。行くぞ、いやほんと強い、頑張れミファーちゃん。無茶は、そうだよ無茶は。お、来たぞ。お、そう、ブレスオブザワイルドの頃はね、相棒って言われてたんで、私シドの相棒なんで任しな。 MK さんがカースガノンを倒してみせる。そう、前回はねルージュちゃん使ってたからちょっとあれだったけども、今回はいけるぞ。お、待って、いきなり、これどのタイミングで攻撃すればいいかな。なんか攻撃が効くタイミングと効かないタイミングありそうだけど、使っちゃうもんね。はい、必殺技、いけい、オッケー。
そしたら、はいはいはい、オッケー、いいぞいいぞ。なんか上から吊るされてるみたいな感じになってんのか。はい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 、いいぞいいぞいいぞ。そしたら待って、目玉打って目玉打って、オッケー。で目玉打ったらここビタロックで、ビタロックでウィークポイントゲージが出てる、ウィークポイントゲージが出てる間に攻撃していく。あとちょっとなんだけどな、あとちょっとなんだけどな。待って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 、無理だな無理だな。どこ行ったどこ行った、何何何何何何やめてやめて、ミファーちゃんの体力なさすぎない？大丈夫それ、心配なんだけど、ミファーちゃんの体力大丈夫かな。うわー、しかもなんか弱点つけないし、いけ、もうボム使っちゃおう。はい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 、ほい、オッケー。そしたらここスマッシュ決めていく。どれぐらい食らうんでしょうか。うーん、そうでもない、そうでもないんだな。これがまた、いけ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 。そしたらはい、ここ目玉打って、で、あー嘘、使えねえビタロック。ラッシュ決めたい、ラッシュ決めたいけど、そうもいかないか。待てよ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 。そしたら、お、来た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 、あ、ミスった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 。なんで今炎を使った、炎を使う必要なかったよ絶対に。いけ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 、でもいけるときにいく、いけるときにいく。そしたらこれ雷使うか、 OK、雷が効果抜群ですね。効果抜群のうちにガン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 攻めていく。ハイデスマッシュ、いや、このウィズローブの攻撃残しとくの結構大事だぞ。はい、いけ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 、半分いった半分いった。そしたらここ目玉打って、でビタロック OK で、ここでウィークポイントゲージを止める。でガン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 減らしていく、分かってる分かってる。そしたらはいはいはい、ここガンガン攻めて、効率が効く効かねえ、まあそうか、水に氷は効かないか。はい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 、でここまた攻めていく。待てよ、そろそろきつくなってきた。いって、でここビタロック、はい、あ、嘘、今の止まってないの。うわ、今のウィークポイントゲージ止めたと思ったんだけど、なんか止めれるときと止めれないときあるんだよな。はい、いけ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 、あとちょっと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 、嘘、あと一歩、オッケー、ラッシュ、まさかのラッシュがここで決まっていく。デスマッシュ、どれぐらい食らうんでしょうか。いけるぞこいつ、弱いぞっていうか、ミファーちゃんの前だから MK さんが強え、マジで。あの女の子の前では強いから MK さん、はい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 、いいとこ見せるぞリンク。シドのね、お兄ちゃんもいるところですから、ここであの家族公認をもらいましょう。はい、ここビタロックね、シドが認めてくれたら MK さんもね、ミファーちゃん、たた、あ、ぺぺぺぺ、ミファーちゃんに一歩近づけるといった話でしょう。ラッシュを決めたい、うっそ、待てよ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 待て、一旦回復しよう、一旦回復してウィークポイントゲージ減らしていく。あとちょっとあとちょっと、 OK、 とどめでしょ、イケリンくん、かっこよく決めてしまえ、弓矢でドカン、素晴らしい、目玉を最後打ち抜いてなんとか勝てました。信じてたよリンク、きっと来てくれるって、お、でしょ、通じ合ってんね。 MK さんも信じてたよ、ミファーがあの守ってくれるって、若干噛んだけど、姉さんを助けることができた、しかも、あー読めない、ダルケルさんたちを早く助けに行かないと。う、大丈夫ミファーちゃん、大丈夫か、ダルケルのとこ行ってる場合じゃないぞ。 MK さん、ミファーにつく、シド行け、シド、ダルケルを助けに、ダメか、よしじゃあ行こう、一緒に行こうダメみたい、 MK さん、ミファーちゃんと一緒にいたかったけど、お、シードが使えるようになった。ここ音なんだなんだなんだ、ようわからん、ようわからんけど多分強いと思う、シドは。ようわからんけど強いと思う。いけ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 、わいわいわい、強攻撃中にタイミングよく ZR で攻撃が強、なんだなんだ、なに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 、よくわからんよくわからんよくわからんけど、おーっと強いってことだけは分かった。そして今回はこれぐらいにしておきましょうか。そうですね、じゃあ次回シドを使って、この先なんとか進めていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。